ボビー・キンボールはアメリカ合衆国のシンガー。ロックバンド t o の歴代シンガーの中でも最もよく知られている。キンボールはルイジアナ州ビントンで育ったが、ビントンには参加の病院がなかったため、隣町のテキサス州オレンジで生まれた。幼少時から歌い始め、音楽一家の中で歌うことと、ピアノにも手を出して青春を過ごした。 1970年代を通して、地元ルイジアナ州ニューオーリンズの様々なバンドのボーカリストを務めた。その中には、後にレルートナルザレビバンドが含まれていた。1976年、SS フールズに加入した。このバンドでは、リードボーカリストの他に、キーボード奏者も務めた。同年、SS フールズは、バンド名と同名のアルバムをリリースしたが、 最初のツアー中に解散してしまった。1977年、キンボールはルイジアナを去り、ロサンゼルスに移り住んだ。そこで彼は5人のセッションミュージシャンに加わるとともに6人で、t o t を結成した。彼はバンドへのオーディションソングとして、自身で書いた、You Are the Flower を提供した。その曲は彼らのデビューアルバム、宇宙の騎士にも収録されている。 広く知れ渡っている風評として、本名の名字が、実はトトースであり、バンド名、トトの由来がそこから来ている、というものがある。この風評は実際は、トトの初代ベーシストである、デビッド・ハンゲートによるジョークである。このジョークは、一般に、トトの由来として、いつの間にか真実味を帯びてしまい、30年近く、経過した現在ですら信じるものが多い結果と、 なってしまった。なお、キーンボールは、劣気とした本名である。TOTO では4枚のスタジオオリジナルアルバムに参加。1982年に、グラミー賞を獲得した、TOTO 法制なる件に引き続く1984年の5枚目のアルバム、アイソレーション制作中に、ドラッグと、私的な問題が、他のメンバー間で衝突を引き起こし、TOTO から脱退した。 制作中にはメンバーだったためか、アイソレーションには、ライオンなど彼がクレジットされた楽曲も存在している。とうとう去った後、キーンボールは、ファーコーポレーションのフランクフェイリアンの下で彼自身のキャリアを磨くため、ドイツに移住した。彼は、セッションシンガーとしても活動し続けた。そして、様々なアーティストのバックボーカルとして参加。 1989年から1990年の短い期間、TOTO 復帰を前提にベストアルバム、グレーテストヒッツへ追加収録する楽曲のレコーディングに参加したが、TOTO の所属レコード会社の意向で結局、南アフリカ出身のシンガー、ジャンミシェル・バイロンが正式メンバーとして迎えられ、キーンボールが録音した楽曲は収録されなかった。しかしバイロンは、その後まもなく解雇された。 以後、1991年から1997年までは、ギタリスト・ボーカリストであるスティーブ・ルカサーが、TOTO のメインボーカルの役目を引き継いだ。1990年後半、ライブアルバム、クラシックと,とヒッツをリリースした。その後何年かにわたり、様々な TOTO のヒット曲をリリースし続けた。それらの中には、 フランクフルトロックオーケストラと共にレコーディングした3枚のアルバムも含まれる。1994年、初のソロアルバムとなるライズアップをリリースした。1997年、日本のレコード会社が企画したウエストコーストオールスターズ名義のアカペラユニットに参加。同じく元東東のジョセフ・ウィリアムズ、シカゴのビル・チャンプリン、ジェイソン・シェフと4人でアルバム。 夢のカリフォルニアをリリースした。翌年には、チャンプリンに代わって、元エアプレイのトミー・ファンダーバークが参加した第2弾、アルバム、ナチュラリー天国への階段マイナスを発表している。1998年、とうとう2 0周年を記念した作品、とうとう x x のリリースに合わせ、歴代メンバーとともに、ステージに立った。この作品には前日のアルバム、 グレーテストヒッツのためにレコーディングされた楽曲も収録されている。この20周年での共演でジョセフ・ウィリアムズとキーンボールのどちらかが正式に復帰するのではないかと噂されファンも期待していたがそれに応えるようにとうとうの正式メンバーに復帰。とうとうは1982年の聖なる剣以来となるキーンボールの参加アルバムマインドフィールズを発表した。 トートは1999年から2000年までの間、マインドフィールズのツアーを行った。2000年にキンボールはすでにリリースされていたシングル、クリスティーヌを収録した、セカンドソロアルバム、オール、アイエバーニーデッドをリリースした。2002年には、カバーアルバム、スルーザル・キング・グラスをリリースした。2005年、新メンバーとして、グレッグ・フィリン・ゲインズを迎えたト t トは、 2006年2月にホーリング・イン・ビトゥイーンをリリース。マインド・フィールズ以来のスタジオアルバムであった。しかし2007年末、2008年前半のツアーをもって無期限の活動停止を宣言。同年6月にはスティーブ・ルカサーが終了したと伝え、7月にはとうとうは解散したことが正式に発表された。キーンボールは 後続の意欲的な若手歌手を支援するウェブサイトを主催するようになった。2010年、元イエスのメンバーであるトニー・ケイ、ビリー・シャー・ウッドラとよそなるバンドを結成し、ライブ活動とレコーディングを行う。ライブでは、TOTO の曲も演奏されている。TOTO は2010年より、スジン縮性即作効果症に侵され闘病中のマイクポーカロへの応援ツアーとして一時的に、 再結成しているが、これには三代目のジョセフが参加し、キーンボールは参加しなかった。理由については、スケジュールが合わずと回答しているが、同時に、私は離れていても東藤が大好きなので、今後そういう誘いがあるなら喜んで参加するとも、続けた。2015年3月、マイクの訃報を受けて、療養に向けて、 懸命に頑張るマイクへの支援に自分が水を差すことを恐れて長らくマイク本人とは会っていなかったことを明かし彼への哀悼の念も合わせてマイクは最高に優しい人間だったし僕が知っている中でもグレートミュージシャンだった彼が帰国する直前東京で一緒に写真を撮ったんだこの写真で彼の笑顔を見るのが好きだったよとコメントしたオランダのバンド カヤックによって2003年に行われたマーランバード・オブ・ザ・アンシーンツアーに参加し、アーサー・オー・伝説をモチーフとした作品においてランスロット役を栄承した。2011年、サバイバーのジミ・ジェイミソンとのプロジェクト作品、キンボール・ジェイミソンをリリースした。ありがとうございます。